輝かしい功績で将棋界を代表する棋士、羽生善治さん。近年成績が振るわないと言われているようですが、何かあったのでしょうか。そこには将棋界の環境の変化や羽生さんの変化があったようです。今回は羽生さんの生涯年収や家族についてまとめましたので紹介します。羽生善治さんのプロフィール。本名、羽生善治。生年月日、1970年9月27日。出身地、埼玉県所沢市。身長、172センチ。血液型、AB 型。学歴、東京都立上野高校通信制。経歴。羽生善治さんは小学1年生の時に近所の友達の家に遊びに行った時に初めて将棋を指すと、すぐに将棋にはまっていき、将棋盤を買ってもらうと夜な夜な将棋を指すようになりました。8歳の時に母親の勧めで八王子将棋クラブに入ると、大会で負けるのが悔しい負けず嫌いの性格からめきめき上達し、3年生の頃には自分の打った将棋を再現できるまでになっていました。それからは将棋漬けの毎日で、ほとんど友達とも遊ばず、将棋クラブに通い詰めの日々を送ります。クラブに入ってわずか4年後の小学6年生の時に、奨励会の入試試験に見事合格しました。当時を振り返り、小学生の頃は勝ちたい気持ちで何度も繰り返し将棋をしたことで、勝手に覚えられたと語っています。そして中学3年生で奨励会で上位に入り、プロ棋士になりました。ただ母親の将棋のプロになっても、普通の子供のように高校までは行ってほしいという希望を叶えるため、東京都立藤森高校に入学しました。しかし年間80局にもわたる対局で出席日数が足りなくなり、中退することとなります。中退後は通信制の高校に入学し、無事卒業しました。1989年、19歳で初タイトルの竜王を取ると、1996年には誰も成し得なかった七冠達成を果たし、その後も将棋界を牽引してきました。結婚相手は、羽生さんは1996年、26歳の時に、元アイドル歌手で女優の畑田理恵さんと結婚しました。二人の馴れ初めは1994年、畑田さんが連載を持っていた雑誌、はつらつの対談でした。畑田さんが動物好きなことから、もともとはムツゴロウさんが対談相手だったのですが、ムツゴロウさんが体調を崩したことで、急遽羽生さんに役が回ってきたことがきっかけでした。この対談で意気投合すると、羽生さんの方から積極的にアプローチをしたそうです。まず、棋士の森下卓さんを誘って、畑田さんの舞台を観劇し、その際、楽屋まで訪ね、都内の有名ホテルで会食することとなりました。それをきっかけに、羽生さんからの電話攻撃が始まり、デートを重ねていった二人。初デートは水族館だったそうですが、羽生さんは不可解な行動をとってしまいます。緊張していたのか、自分の分だけチケットを買って、一人で先に入っていってしまったのです。この時のことについて、畑田さんは、何がしたいのかな、と興味が湧いた瞬間ですと話し、さらに、初デートなのに、ハリネズミが怒った時みたいに、ボサボサな髪型をしていたと、羽生さんの行動や姿に興味が惹かれたと明かしています。そんな二人は、交際7ヶ月で結婚し、結婚式には、羽生さんが寝癖がついている状態で臨んだことが話題になりました。婚約会見でプロポーズの言葉を聞かれた羽生さんは、忘れましたと答えたものの、畑田さんは、お互いの仕事が落ち着いたら結婚しようと言われましたと明かし、二人とも落ち着くことのない仕事ですから、最初は意味がわかりませんでしたとコメントしています。畑田さんは大の動物好きで、結婚するときに、犬と暮らせないなら結婚しないと伝えたそうです。ところが羽生さんは結婚するまで動物が苦手でした。そこで羽生さんは弱点克服のため、
最初は犬との距離を半径3メートルからスタートし、徐々に慣れていくようにしました。今では大型犬やウサギを可愛がるまでに変わっていったといいます。幸せな二人かと思われましたが、当時将棋界のスターだった羽生さんと畑田さんの結婚に反対する人も多く、畑田さんは東京駅のホームで突如蹴られたり、羽生と別れろと心ない言葉をかけられたこともありました。また結婚の際、畑田さんにある噂が報じられたのです。その噂は騎手の武豊さんと以前交際しており、畑田理恵は玉の輿狙いというものでした。長年ネットでこの噂が広まっていましたが、2017年ツイッターにてこの憶測を完全否定しました。面白おかしく報道されて以来ずっと書かれていた武豊さんとはお付き合いの事実はありません。週刊誌とネットは誹謗中傷の嵐、統合失調症に悩まされ、結婚式の日までに体重は34キロまで減少していました。また、母親のところにも母子家庭だというだけで、金金金って目の色変えて、娘が玉の輿狙いにそそのかすといった抽象や、羽生に巣食う寄生虫とまで書かれ、倒れて入院しました。今でも心ない同窓会で、左内輪と揶揄されることもありますとつぶやいています。そんな苦境を乗り越えた畑田さんは、羽生さんとの結婚生活について、宇宙からの人なので最初は修行で、今は平穏。理解できない相手だからこそ、ものすごく未熟者な自分を成長させてもらえたと思います。ありがたいですと、現在の穏やかな生活ぶりを語っていました。娘たちは、羽生さん夫婦は二人の娘を授かりました。娘たちは騎士になるのかという質問に、畑田さんは羽生さんが、幼い頃に才能ないね、と宣告して終了。どこまでも勝負に厳しい勝負師ですといったことを明かしています。一部では娘たちは羽生さんの頭脳を引き継いで有名私立大学の医学部に進学しているという噂もあります。そんな二人の娘の父親でもある羽生さんは父親らしい一面もあるようです。娘が男友達から遊びに行こうと誘いを受けたことを家で話した時のこと。羽生さんはそんな時はちゃんと無理です、お断りします、とはっきり言わなきゃダメと真顔で告げたというエピソードもありました。また自宅では、妻や娘二人が、お父さんかっこいい、銀髪大好き、と称賛していましたが、ある日突然、家族が気に入っていた銀髪を染めてしまい、なぜ染めたのか家族が聞いたところ、ん、気分、と言われたそうで、気分は一生わかる気がしないと三人で相当落ち込んでしまったといいます。年収がすごい。1990年代から将棋界を引っ張ってきた羽生さんの生涯年収はすでに25億円を超えたと言われています。1993年から毎年1億円を超える賞金を稼ぎ、最高年収は1995年の1億6597万円です。2000年代に入ってもそれは変わることなく、コンスタントに毎年1億円前後稼いでいました。1997年と2013年に賞金ランキング1位の座を奪われましたが、その他では全て羽生さんが1位の座を確保していました。成績下降の理由とは、長年トップを走り続けていた羽生さんですが、4冠になった2014年の成績の勝率 72% と比較すると、近年は勝率 60% 台で推移していて、成績が下降しています。なぜ成績下降しているのでしょうか。その理由について対談でこのように語っています。現代将棋にきちんと対応できていない。どんどん変わる戦術にうまくマッチできていないところは間違いなくあります。AI の影響を強く受けた新たな戦術をつかみきれていない。その根本にある発想や考え方を理解することが簡単にはいかず、
以前よりも難易度の高い局面が増えているんです。全体のレベルが上がっていることと、難しい局面が増えて対局者にミスが増え、さらに難しくなっていることもありますと語っています。テクノロジーの発展により、それをうまく活用できている若手棋士と羽生さん世代のギャップが生まれているのかもしれませんね。長年将棋界のトップ棋士として牽引し続けている羽生善治さん、結婚の時畑田さんが辛い経験をしていたのは初めて知りました。ずっと陰ながら支えてくれる妻との仲の良さがわかりますね。これからもレジェンドとして活躍し続けてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも多くの人に夢を与え続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。